クイントゥス・カエキリウス・メテルスは、紀元前3世紀後期から、紀元前2世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前206年に、執政官を務めた。カエキリウス・メテルス・ケケズメテルスはプレブスである、カエキリウス氏族の出身である。後に作られた伝説では、火の神ウールカーヌスの息子で、プライネステの建設者であるカエクルスの子孫とする。また、 アイネーアースと共に、イタリアに来たカエクスの子孫とする別説もある。父も祖父もプライノーメンは、ルキウスであるが、祖父はおそらく紀元前284年の執政官、ルキウスカエキリウスメテルスデンテル。父は、紀元前251年と、紀元前247年の執政官で、最高人技官を22年間務めた、ルキウスカエキリウスメテルスと思われる。 歴史家事イサムナーは、メテルスの昇進の速さは、父の存在が大きかったと考えている。メテルスには二人の兄弟があり、カズとは、紀元前213年の五民官ルキウス、もう一人は、紀元前206年に法務官を務めたマルクスである。おそらくルキウスが長男であったと思われる。息子には、紀元前143年の執政官。 クイントゥスカエキリウスメテルスマケドニクスと紀元前142年の執政官ルキウスカエキリウスメテルスカルウスがいる。メテルスが生まれたのは紀元前237年前後と思われる。歴史に最初に登場するのは父が亡くなった紀元前221年のことである。メテルスは彼の父の意外の前で演説を行っている。紀元前216年には人技官に就任。 紀元前209年には平民アゼチカンを務め、紀元前208年には上級アゼチカンとなった。紀元前207年にはハスドルバルバルカからメタウルスを防御していた、失勢官ガイウス・クラウディウス・ネロの軍のレガトゥスを務めた。戦いに勝利した後にはローマへの伝令を務めている。同年末、選挙実施のためにマルクス・リウイウス・サリナトルが、 独裁官に任じられたが、メテルスも、騎兵長官に指名された。メテルスは、執政官選挙にも立候補しており、当選した。同僚執政官は、ルキウス・ウェトリウス・ピロであった。両執政官は、ウルティムを担当せにとした。この地域は極めて正室であり、元老院は、メテルスとピロに対し、 住民を仕事に戻るよう説得するように命じた。両執政官はコンセンティア付近で作戦を実施し、周辺を略奪し、プルティウム軍とヌミディア軍の反撃を撃退して、ルカニアを通過して、この地域にローマの派遣を再確立した。翌紀元前205年にも南イタリアにおけるメテルスの軍事指揮権は延長された。この年の末には、執政官、 プブリウス歴ニュースクラススディワエスがメテルスを選挙管理のための独裁官に指名した。続いてローマに戻ったメテルスは元老院議員の一部を率いてプブリウスコルネリウススキピオを支援した。元老院の年長者たちは独自におけるスキピオのレガトゥスであるクイントスピエミニースの行き過ぎた行為を理由にスキピオの権力を奪おうとしていた。メテルスは 事実を確認するための施設団を派遣することを提案した。メテルスはこの施設団の一員となったが、最終的にスキッピオを無罪とし、彼のアフリカ侵攻を認めた。戦争が終了した紀元前201年、メテルスは退役兵士に土地を分配するための十人委員会のメンバーとなった。その後の20年間、メテルスに関する記録は多くはない。 紀元前193年には、失政官、ルキウス・コルネリウス・メルラ・トレガトゥスの、マルクス・クラウディウス・マルケルスの紛争を、元老院において調停している。紀元前185年から、紀元前184年にかけては、領土紛争を解決するための施設団として、バルカン半島に派遣されている。この施設団は、マケドニアをピリッポス模型に、テッサリア、ペレビア、 トラキアを放棄させた。後に、ピリッポスは、ローマ元老院で演説するが、この時のメテルスは、公然と変更していたと非難している。また、この施設団は、ペロポネソフス半島を訪れ、赤いアカイア同盟とスパルタとの紛争に介入した。メテルスに関する最後の記録は、紀元前179年のものであり、観察官に選出されたマルクス・アイミリウス・レピドスと、 マルクス・フルーユス・ノビリオールは、お互いに敵対していたために、メテルスは彼らに、直ちに和解するように申し入れている。マルクス・トゥリウス・キケロはメテルスが、雄弁家として知られていたとしている。メテルスのこのような評判は、彼の父の葬儀での演説で裏付けられる。この演説は、部分的ではあるが現存する最古のラテン語の三文で、ダイプリニウスがその、 博物誌の中で引用している。父は、人々の中でまずは戦士に、優れた雄弁家になるべく努力し、偉大な勝利を収めた司令官として、最高の栄誉を得ることができた。優れた知恵を持ち、首席元動委員議員となり、幸運を呼び寄せ、多くの子を残し、友人である市民たちに栄光をもたらした。ワレリウス・マクシムスは、その有名原稿を録で、 メテルスの他の演説を引用している。第二次ポエニ戦争が終了した際に、メテルスは、ローマは、良きことよりもより多くの害悪をもたらすことになるで、あろうと述べたという。ありがとうございます。